日本の俳優、演出家、企業家、元ファッションモデル、大阪府出身。愛称は、父ちゃん、りょうちゃん。独特のハスキーボイスを生かした役回りが多い。一方舞台では、三枚目の役を演じ、俳優として幅を広げる。自身主催の、劇団エンジンエンジンの座長。2018年現在、エンジン株式会社。 エンジンエンターテイメントの代表取締役社長も務める。高校卒業後、遊びに行った先の動物園でスカウトされ、オスカープロモーションに所属、モデルの世界へ入る。三宅一斉デザイン事務所に入社。一斉三宅の広告をモデルとして出演する。アパレル分野では、時置熊谷のボディを務めている。25歳の時に俳優へ転身。この頃、 身体を鍛えることを目的として、茨道場に入門しキックボクシングのウェルター級で、ライセンスを取得している。1996年、闇のパープルアイの出演をきっかけにブレイク。ブレイク後は、順調に俳優としての人生を歩んでいた。しかし1999年、ドラマの撮影中に声が出なくなり、病院で診察を受けた、ところ、高等腫瘍異がんと診断され、 約2年半に及ぶ闘病生活を送る。闘病中は入退院を繰り返し、その関係6回の全身麻酔手術を受けている。大きな手術後は闘病生活中も俳優としての仕事に復帰した。2006年、有限会社あるがアーティストプロダクションを資本金300万円で設立。プロダクション名は本人の好きな言葉、あるがままを引用し、 アルガアーティストプロダクションと名付ける。2009年2月、取材をきっかけに横乗りスケートボードであるフリーラインスケートに興味を持ち、任意団体の日本フリーラインスケート振興会の理事となり、無償で市場会会場を数多く交渉、提供。2009年8月、大津市世帯駅前交番のドアガラスを蹴って割ったとして、器物損壊容疑で大津署に 任意取り調べを受ける。後に、自身のブログで、お酒を飲んでいたとはいえ、私がやってしまったことに対し深く反省しております。とファン、及び関係者に向けて、お詫びのメッセージを書き込んでいる。後に、不寄礎であり、毎日新聞の情報漏えいだと判明する。2010年、芸能プロダクションと契約再開。2012年、自身の今までの経験、スキルを、 地域に還元したいとの思いから地域活性化イベントに精力的に取り組む。同年地域から俳優を輩出するプロジェクト、オフィス事務2を立ち上げ、JKG も2スタイルなどのヘアファッションショーのプロデュースを行っている。2013年、元大事、マンブラザーズバンド立川俊之が代表をする T's o f f i と業務委託契約を始める。同年、取材をきっかけに、 モータースポーツレーシングチーム監督に就任。2016年2月、エンジングループとして、エンジンプロダクション株式会社、エンジンエンターテイメント株式会社、お役立ち本舗株式会社を経営展開する中で、人材派遣、春のツアー企画、ケータリングサービスなども行う。2018年1月、地域包括とエンターテイメントを複合した、エンジンのプロデュースを始める。 同年3月、いつまでも美しく生きに生きるを企業理念とし、アピアランスから心の癒しにつながる総合美を完全プロデュース。同年4月、アクターズスクール生を募集し、プロとしての俳優育成を本格指導。同年11月、エンジン株式会社東京事務所設立。2019年10月25日、TBS 系列、爆放、ザ・フライデーの オンエアによると、株式会社イズシャボテン動物公園の代表である、吉村氏の声掛けで、株式会社イズドリームビレッジの総責任者として、アトラクション事業部並びに新規事業である、グランピング施設事業の立ち上げを行っている。2020年2月12日、日刊現代12日発行13日版17面によると、代歴を含め、あの人は今こうしているに掲載。 同記事によると、最高月収1億2000万の俳優人生と、現在を総称し、ジェットコースターのような人生を追っている。2月16日、前述のグランピング事業、グランパル公園アトラクション事業をオープンさせ、イズシャボテンビレッジの村長として、運営、管理責任者となっている。ありがとうございます。